24日です。水分クリームでこんなにしっかりとしっとりしますみたいな感じ。皆さんこんにちは、花です。今日はですね、 Get on ready with me をやっていきたいと思います。それでは早速いってみましょう。はい、ということで今日はスキンケアをメインの Get on ready with me をやっていきたいと思うんですけれども、で、まあ見てわかるように今日はピカムとのコラボ動画になるので、ピカムのお話をしつつ、まああとはね、雑談もしていきたいと思います。ちょっと結婚式の準備真っ只中なので、多分そういう話をするんじゃないかな。では早速メイクを落としていきます。せっかくなので、まずピカムのお話をすると、実は6月に私ピカムとの、コラボ動画を出しているので、まあ、ブランドについてとか今日紹介する以外のものに関してはそちらの動画もよかったら見てみてください。で、ピカムは韓国のクリーンでビーガンなスキンケアブランドです。まあ結構よくこういう成分がこういう風にきます、これがこうなりますっていうスキンケアの商品とかブランドとかいっぱいあると思うんですけれど、まあ、ピカムは成分ももちろんいいんですけど、それよりもすごい結果重視のブランドでして、敏感肌の方の悩みをもしっかりとこう解決するっていうのをモットーに作られているブランドなんですね。で、約2000人の方のアンケートとかお肌状況をもとにいろいろ分析して、敏感肌の人の悩みを解決するためにしっかりと作られてブランド で、まあ、前回の動画がまさにそうだったんですけど、私結構お肌敏感の状態の時だったんですけど、そんな時でも普通にこう使えたブランドです。全然刺激もなく、むしろこう悩みをしっかりと解決してくれたブランドなので、とっても気に入っています。まあ、そんな感じで、クレンジングと洗顔はいつもお風呂でしているので、このまま一旦お風呂に入っていきたいと思います。はい、それではお風呂から上がってきたのでスキンケアをしていきたいと思います。まずは拭き取りですね。この前の動画でも紹介しましたピカムの拭き取りを相変わらず使ってます。実はこれもう2本目でして、1本動画の時にいただいたんですけど、あまりにも好きすぎて9点の目代わりで自分で買いました。その2本目がもうあとちょっとでなくなるって感じで、それぐらいすごい好き。私結構ずっといろんな拭き取り使ってきたんですけど、その拭き取りの中でも1位2位を争うぐらい好きな拭き取りで、これ使うと本当次のスキンケアの入りがめちゃくちゃ良くなります。で、この後もうこれお化粧水も兼用なので全然美容液とかつけてもいいんですけど、私はちょっとパックをします。なぜならば、そう、私はプレ花嫁だからです。一応夜はしっかりと、特に外出た日はね、紫外線浴びてるのでしっかりパックしてあげようと思ってパックをいつもしています。で、一応私の今のお肌状態も言うの忘れてたのでお話しすると、乾燥は手を抜くとしやすいです。特に日中エアコンの中にいたりとか外出たりすると、まあちょっとちゃんと保湿をしてないと乾燥はしやすいですけど、まあちゃんとやってれば大丈夫なのでそんなに感じることは少ないです。で、まあもともとお鼻の黒ずみは結構気になるタイプです、相変わらずです。で、結婚式前っていうことがあって、今結構くすみケアとハリケアにすごい力を入れてます。基本的に夜はハリ系のケアをして、朝ビタミン C とかくすみケアをしているって感じです。で、まあパックの間いつもだいたい、ちょっと体育座りするね、だいたいこう掃除機かけたりとかするんですけど、まあ、今日はなんかカメラの前にいるのでちょっと雑談もしようかなと思います。まあ、結婚式の話が出てるので結婚式の話をすると、今の時点で残り24日です。全然準備は滞っております。まあ、コロナになっちゃったっていうのもあって、結構滞ってるので、やばいぞ、みたいな感じで、お仕事もあるし、頑張ろうっていう感じですね。なんか特別なケアは特にあんまり今の時点ではしてなくて、スキンケアは本当に今までずっとコツコツ続けてきたことを続けてるって感じです。ただ、昨日からかな、インナーケア、花嫁ドリンクで有名なハッチのこのコラーゲンドリンクみたいのも昨日から一応飲み始めました。25日間頑張って飲みます。あとは式2週間くらい前かなになってから、ちょっといいパックを取り入れようかな、気分を高めるためにもっていう感じです。で、一応直前でやるのが松葉。松葉は名古屋でやります。で、ネイルも一応名古屋のサロンでやります。で、美容院はもともと東京で行ってた美容室に直前に駆け込みます。で、自分が結婚するときは担当の、その東京にいた頃の担当の人に絶対やってもらおうって決めてたので、直前2日前に美容院予約してあります。で、シェービングは今悩んでて、まあ多分日程的に名古屋でやるのがいいのかな
と思ってシェービング中名古屋で入れる予定ではいます。そんな感じかな。で、結婚式は本当に多分すごい私らしい式になると思います。もうザ・花って感じの結婚式です。ありがたいことに主人も好みが似ているので、そこまでなんか衝突もせずにスムーズに全てが決まったんですけど、私自身すごく楽しみにしています。ヘアメイク もうバッチリ決まって、めちゃくちゃヘアメイク可愛くなる予定なので、皆様ウェディングアカウントの方でね、インスタは結構結婚式のことを流しているので、気になる方はそちらもぜひご覧になってみてください。で、せっかくなので次使っていく美容器についてゆっくりお話ししていけたらなと思います。せっかくね、スキンケアしながらだとあんまり詳しくお話できないかもしれないので、次使っていくのがアンプルなんですけど、ポルシカアンプルというものです。で、これは毛穴と角質ケアができるアンプルになっております。特に敏感肌の方の毛穴に特化したようなアンプルです。で、毛穴の開きとかっていろいろ原因はあるんですけど、そのうちの一つとして皮脂、古い皮脂が毛穴の奥に溜まってそれで開いちゃうっていうのが原因の一つでもあるそうなので、これはですね、その毛穴の奥に溜まった古い皮脂にアプローチしてくれるアンプルです。で、よくお化粧品に使われている精製水の代わりに高濃度のツボクサエキスが、配合されています。なので、こう肌荒れを防いでお肌をこう健やかに保ってくれるような効果もあります。で、ツボクサエキスの他にもですね、ちょっと見てみますと、緑茶エキスとかパパイン、マカデミアナッツ油、松葉エキスなど入っていて、パパインっていうのがよく酵素洗顔に入っている酵素の成分なんですけど、こういうのが古い皮脂とか角質をきれいにしてくれて、こう落としてくれる力があります。で、前の動画でも話してるんですけど、ピカムは第三者機関に使った後の肌をね、しっかりとこう分析してもらってデータを出してもらってるブランドなんですけど、その第三者機関がこの製品を4週間使った後の人のお肌を見たところ、毛穴にすごい効いているのが実際に臨床結果でも出ています。毛穴の体積とか面積、深さ、キメとか、その4つにもしっかりとアプローチをしてくれるアンプルらしいです。あとはお肌のくすみも軽減されているという結果も出てるそうです。古い角質とか皮脂とかが汚れが取れることによって、お肌がパッと明るく、くすみが取れて見えるのかなと思っております。そんな感じでちょっとパックの時間が経ったので、ちょっと外していきましょうか。で、早速このアンプルを私は使っていきたいと思います。これね、結構見てもらって分かるようにこうとろみがあるんですよ。しっかりととろみがあるようなテクスチャーです。なんだろう、ちょっとアロエからこう出てくる汁みたいな、全然垂れてこないでしょ。これぐらいしっかりしてるテクスチャーです。こういうとろみがあるものってお肌の上に残ると思うじゃないですか。私の経験上残るものが多いんですけど、スーって入ってくの。さっきのパックの美容液より全然入りがいい。スーってお肌に入ってくれて、で、こうある程度なじませていくとこうピタッて止まるんですよ。お金もしっかり入ったよっていうサイン。ちょっと毛穴が気になるお鼻は二重塗りしちゃいたいと思います。こんな感じでこうやってなじませていくと全然ペトペトしないの。テクスチャーとね、相反してすっごい浸透がいいです。で、生理前だけど全然ピリつかないっていうのもすごく好きなポイント。で、夜は一応もう一個夜専用の美容液を使っているので、今からそれを塗っていきます。ちょっとハリ感を出してくれるような美容液です。で、これでクリームを塗ります。クリームもこちらです。ピカムのカトクリームというクリームです。これはよく言われる水分クリームみたいなものですね。で、結構こうテクスチャーはね、緩めなんですよ。クリームとはいえちょっと乳液クリームみたいな感じの緩いテクスチャーなんですけど、水分クリームって私も今までいろいろ使ってきたんですけど、物足りないイメージがあって、結局上からいつも使ってるこってりクリームを足すみたいなことが多かったんですけど、これはね、水分クリームなのにね、すっごい潤いがあるの。でもベタつきとかじゃないの。もうね、これだけですっごいしっかり理想の潤いをお肌に与えてくれる感じです。
その秘密がですね、セラミドとかコレステロールとか肌の皮脂に似た成分で作られているクリームだから、こう不快感、重さとかベタつきとかがなく保湿ができるの。皮脂が本来持つ役割である水分蒸発っていうのをしっかりと防いでくれるから、水分をこのクリームで入れつつ水分蒸発を防いでくれるクリームだからね、通常ある水分クリームみたいに軽すぎず後からやっぱ物足りない感じがしないんだと思う。すごくいい。このクリームはすごく優秀だと思います、私。で、クリームが好きすぎて今思わず使用感を先に話しちゃったんですけど、このクリームはですね、敏感肌の方の特にくすみに特化したクリームです。敏感肌の方がお肌がくすむ理由、まあ一般的にもそうなんですけど、肌がくすむ理由って水分が足りない、乾燥してるのが、原因なことが結構多いです。で、臨床試験の結果も結構すごくて、くすみはもちろんなんですけれども、シミとか色素沈着の緩和にもしっかりとデータが出ております。で、あとは低刺激テストっていうのも完了しているので、お肌にももちろん優しい処方です。でも本当にすごいね、お肌わかる、この潤い。水分クリームでこんなにしっかりとしっとりしますみたいな感じ。私これ結構今まで使ってきたクリーム市場これも1位2位を争うかもしれない。結構だからね、好き。あとチューブっていうのも私の中では大きい魅力です。どうしてもじゃあってめんどくさい時あるんですよ。スパチュラがこうベチョってなっちゃったりとか、こう急いでる時にこうやってやるのがすごいめんどくさい時もあるんですけど、この形状はやっぱりすごい楽だし、なんと言ってもすごい使い心地がいい。あの次の日の朝もすごいんです。これせっかくなので次の日の朝の、お肌の様子もインサートで見せたいと思うんですけれども、通常次の日の朝って皆さん大体お肌今の時期ってベトついてるか普通にサラッとしてるかじゃないですか。これを使う日、このスキンケアをする日の次の朝、大体お肌がめちゃくちゃしっとりしてるんです。しっとり、もっちり、むにゅっとしてるんです。お肌が。すごいの。とにかくね、私はこのクリームを本当に皆様に激推ししたい。敏感肌じゃない人でもぜひ使っていただきたいし、まあ、女性って大体月一お肌が敏感になるので、もっと言って損はないと思います。水分足りない系のお肌の方。よくこう肌診断とかねしてもらう機会もあると思うので、デパコスとかでそういう時に水分足りないって出ちゃいがちな方、キメが細かい方は特にそうだと思うんですけど、ぜひ使ってみてください。こんなにクリームでもっちりプルンとなるのは珍しいなって私はすごく思っております。まあ、そんな感じがですね、私の今日の Get Unready With Me ですね、まあ、ピカムのお話と結婚式の話がメインでしたが、いかがでしたでしょうか。ちなみにピカムは、まあ、先ほどもちらっと言いました通り9点から購入できるので、まあ、詳しいリンクは下に、貼っておきます。チェックしてみてください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の更新で会いましょう。バイバイ。そしておやすみなさーい。